ただいま。音の質改善されました？いい？大丈夫？うん、じゃあこれでいきます。カチッチありがとね。なんかね、電波障害っぽいわ。電波がダメだったっぽい。おはようございます。さあ、何時間かかるか計測してくださいよ、みんな。スタート駅は新宿です。スタート、新宿からスタートします。カクカクかな。何なんだろうな。おはよう。秋葉原とか行ったらやばい。ちゃんまよ、おはよう。なんで？秋葉原がちょうど反対側だから折り返しだね、秋葉が。どれくらいかかるかな。歩いてる俺久々見た。そう、外配信やってなかったっけ最近。今新宿です。新宿からスタートです。ビアトツ OK です。まだプレゼントありがとう。おはよう。今日は企画です。盛り上げてください。朝ごはんはね、のんたんがマフィン作ってくれた。寒い寒い。手がかじかむわ。まだスタートしてないですよ、ちなみに。これからスタートですから。どれくらいかかるのかな。え、小田井さんはどっち？何時間ぐらいかかるんだろうね。多分夜じゃん、終わるの。ちょっとこんだけ長い企画をやるのは初めてなんで大変そう。冬場にやるもんじゃないよね、こういうのは。あったかい時期にやるもんだよ。頑張ります。ぜひぜひ拡散応援よろしくお願いします。今日はね、外配信なんでスクワットになりますので、花火はよろしくお願いします。花火はスクワットです。時間結構かかるでしょ。東京の23区一周するわけだもんね。歩いてたよ、当たり前じゃん。そうそう、旅配信の練習最後まで応援すんの。ありがとう。長くなるよ。頑張る頑張る。長くなるぜ今日は。どっちから回ろうか。どうする？新宿からどっち回りへ行く？どっち回りが見たい？山手線内側から回るの、外側から回るのあるじゃん。ワクワクしてきた。どっちから回ろうか。天気がいいうちに見たい方の景色の方がいいと思うよ。どっち側に興味あんの、みんなは。天気いいな今日。
時計回りだと下回りってなんだ、時計回りか逆時計回りだね。下回りっていうのは恵比寿とかの方に向かうのか、よくわかんない。山手線のマップ見てくると面白いよ。新宿って左端なの。いや神奈川にも行けるしっていう方面、田舎者にするにはわからない。夜は天気ずれるんですか、わかんないね。天気ずれたら中止になる。時計回りか、時計回りだと上の方に行くわけだから、どっち方面だ、大久保とかの方に行けばいいのか。だからそっち回りで行こうか。新宿からコリアンタウンとか一番濃いだろう。新宿からいきなり大久保行くの、いいけど。おはよう、マナヨ。これってあれだよね、俺何にも調べないでやってるけどさ、線路沿いをひたすら歩いていけばいいんだよね。合ってるよね、線路沿いをひたすら歩いていけばいいんだよね。寒い。じゃあ大久保の方向かうよ。いや池袋の方だね。横浜まで行かねえわ。天気良さそうだね。近いよ大久保。帰りに福岡寄ってくれたらコーヒー用意。線路上歩けば確実。スタンドバイミーかよ。合ってるよね。新大久保の方か。新大久保、大久保か。オッケー。さあ見え。70名さんいらっしゃい。今から企画をやります。よろしくお願いします。天気ピーカンです。今日は絶好の山手線日和ですよ。モンタンは来ないよ。こういう体、肉、なんつうの、体力使うの大嫌いだもん。モンタンはコメント職人の方です。見え。天気良すぎるでしょう。日本一周は春からです。予定ではね。今それ調整中です。はい、バトツー。大久保は中央線だっけ？え、大久保もあるはずだけど。なかったっけ？そう、ごめん、俺もよくわかんねえわ。あんま山手線乗んねえから。山手線って駅何個あるんだろう？結構大変そうだよね。仕事休みだったら粘着できた。今日仕事なの？今日土曜日だぜ。エチオピア一周とかや、まだまだ先でしょ。まだまだ先。とりあえずは山手線から肩慣らしでしょ。山手線は新大久保なんだ。いやー寒いよ。歩いてても寒い。バッテリーが持つかどうかだよね。コールセンターなんだ。テレアポかな。大変だね。俺もテレアポやったことあるよ。太ったね。17キロね。8月から17キロ太った。うん。かなり大変か、やっぱり。山手線は29駅か。ありがとう。結構長いぞ。何時頃終わるんだろうな。結構バッテリーの持ちが気になるから飛ばし目で行くよ。いつもの格好 T シャツに革ジャン。すげえ寒い。あ、サポートか。じゃあいいじゃん。テクニカルサポートだったらまあいい方だよ。来年から日本一周、来年じゃねえや、今年の春から日本一周するよ。その後世界行くよ。モバイルバッテリー、いや太った太った。水分こまめに取ろうね。ちなみに飯休憩はなしで行きます。バッテリーの持ちの関係で飯休憩なし、水分補給のみで行きます。
結構ハードですよ。結構ハードだよ今回。しなのんぱんに聞いて、まあ、旅配信みたいなもんだよな。夜まで、そうだよ。水分補給のみで歩き続けるから。線路沿いを歩くわけだから、どうやって線路沿い歩くんだ。歩き方がわかんねえんだけど。え？どうやって歩けばいいんだ。ああ、わかったかも。あ、わかったわかった。大丈夫じゃない？ああ、大丈夫かな。不安になってきたな。迷子になったら教えて。多分合ってるよな。俺は足はね、速いよ、歩くの。めっちゃ速い。海岸編楽しみだよね。バッテリーはね、レッツノート2台、スマホ1台でやります。今ここはつけません。山手線一周を旅配信なんか行ったことないんですけど。大丈夫かよ。頭開いてんな。疲れ一気に来るかな。ペース配分が分かんないんだよね。とりあえず一服してからスタートしよう。とりあえず喫煙所行きます。今ここっつうかリア突？ゆっくり行った方がいい。だからゆっくり行ったらバッテリー持たないもん。パソコン持ってるよ。あのリア突する女性の方はノンタンに刺される覚悟でリア突してください。よろしくお願いします。リア突は男性を推奨しますよ、僕は。女性はやめた方がいいと思います。いや、女性でも別に構わないよ、うん、女性でも全然構わない。期待とワクワク感。新宿駅に着きました。とりあえず JR 新宿駅に着いたんで、こっからスタートします。
大ガード下に通ってるのって山手線だよね。大ガード下の線路って山手で合ってるよね。確かあれが山手なんだよな。大ガード下から行こうか。合ってるよね。あれ山手だよね。合ってます。ありがとう。とりあえずタバコ吸います。一服してからスタートしましょう。駅まで15分か。長い戦いが始まるぞ今日。長い戦いが。はい、ワコツー、つかすちゃんいらっしゃい。今から企画やります。渋谷方面攻めた方がいいかな。いや、みんななんか時計回りが見たいって言うんだよね。時計回りの方がいいんだって。時計回りが見たいらしいよ。とりあえず一服しよう。頑張ります。ちなみに今日はあの外なのでスクワット配信になります。よろしく。あ、ありがとうございます。すいません。Thank you. Oh, thank you. どういたしまして。ありがとうございます。逆オーガード。オーガードで合ってるでしょ。大久保方面行くんなら。違う？え、大ガードの方って大久保方面じゃないの？合ってるでしょ？時計回りでしょ？違うの？逆？代々木の方に行かないといけないの？大ガード後ろだよ。タバコを吸いに来たんだよ今。うん、あの今パソコン持ったままだったんだけど、タバコ落としちゃったら外人さんがタバコ拾ってくれて、でライターこうやってやってくれたから、センキューっつって、ありがとうっつって戻ることになる。あ、後で見に来てください。ウリブさんありがとう、コメント。え、オーガードの方行けばダメなの？ダメなのそれって。104名さんいらっしゃい。着いた方から回る。じゃあ大ガード行くよ。
天気は良かったね。天気は良かった。快晴ですよ。雲一つない。快晴だね。うん、新宿天気いいよ、今日は。絶好の外配信日和です。ピーカンですよ。じゃあ行くか。じゃあスタートします。企画スタートです。新宿駅からスタートします。よろしく。行くよ。スタートするよ。新宿駅からスタートします。俺これしか持ってない。ファッションチェックやる？ファッションチェックやる？今日のファッションチェック。いつもの格好ね。行くよ。すごい。何が？俺会社もこれで行ってるよ。これしか持ってないもん。今日は花火上がったらスクワットです。今日はダンベル持てないんでスクワットです。よろしくお願いします。花火一発につき、スクワット5回やります。よろしく。ランドセルって言わないでください。日本一周の時この格好だよ。この格好、この格好でやります。そうそう、ダンベル持って歩けないよ俺。ドンキホーテ、大久保のドンキホーテから新宿の自宅までダンベル持って歩いたけど、すげえ辛かった。ありがとうございます。一発目の花火ありがとう。2発目の花火ありがとう。行きます。2発花火ありがとう。定期ありがとうございます。お疲れです。どうも。
寒い。天気良くて良かったね。雨降ったら中止します。寒い。途中でコート買わない買わない。途中でコート買わないっす。はい、こんにちは。黒髪さんいらっしゃい。楽しんでってください。寒いのがね、まあこれから暖かくなってくるでしょ。うん、これから暖かくなってきますよ。大川土砂に着きました。寒いね。そうだね、池袋方面に行きますね。今から池袋方面行きます。29駅って言ってたから一個一個カウントしていきましょう。新宿からスタートです。リア凸全然 OK ですよ。強い、いらっしゃい。いや、どうだろうね。俺ぐらいの傘配信者じゃ無理なんじゃないのかな。傘だかんね。リアド来ないんじゃないの今日は。コメ流れた。なんか書いてくれた。ごめんごめん、歩きながらだし逆光だからコメント読めないんだよね。ゼリーはどつ、もう一回書いて。うん、もう一回書いてください。女の子のリア凸は刺されるんですよね。刺される覚悟、グッズは持ってきたっつうか、俺はインターネット販売でやってるね。俺ふわっちだけだよ。ふわっち専属でやってます。映像綺麗。そう、ふわっちはね、画質いいんだよね。まあ、知名度低いのはね、しょうがないよね。所詮ワードだからね。電波はね、スマホのデザリングですね。スマートフォンのデザリング。ただ他の外配信者に比べて電あの画像は綺麗なはずだよ。スマホの配信は画像悪いから。画像綺麗でしょ。画質かなりいいはずだよ他と比べたら。いや、ツイキャスでもニコ生でも俺人来ないもん、全然。過疎生主だもん。
これ知名度高いかな、どうだろう。金梅さんとかと比べたら全然でしょ。みどりさんとか、全然知名度ないっすよ。こんなんで知名度あるっつったら笑われちゃうよ。歩くペースは速いよ俺。あのね、プララっていう回線使ってるから利用量無制限ですね。僕のはあの3000円で使いたい放題なんで、ネットはスマホだろうがパソコンだろうがギガ制限ないっす、プララっす、ね。あったサイエントロジー、これが新宿に本社を構えるサイエントロジーです。目の前に見えるビールがサイエントロジーって言って、あの新興宗教、アメリカの新興宗教なんだけど、あのトム・クルーズがあのやってる新興宗教で、トム・クルーズが入ってる、あの世界の大魔王マムーがあの地球を滅亡するっていうあの宗教です。サイエントロジー知ってる？マムーっていうその世界の大魔王が地球を滅ぼす最終戦争が起こるから、それに備えてっていう、これマムーすげえでかいよね。サイエントロジー宗教って儲かるんだな。サイエントロジーで検索してごらん、トム・クルーズが入ってる宗教、マモーだっけな、マムーだかマモーだかっていう大魔王が宇宙から攻め込んでくるっていう宗教。あれまだ先か、リーガルの靴で一周ですね。あれまだ先かな、これってさ、こっち側渡るの、これってまっすぐ、今オーガードまっすぐ来たんだけど、これまっすぐでいいのかな、線路沿いだからまっすぐだよね。登ります。まっすぐか、上登るね。結構遠回りだな。陸橋渡った。上から行く。米流れる。もう一回書く。パーカー届かないけど、年末年始休みだったからかな。パーカー届かない。みんな届いたって言ってるけど、いつ買ったかだね。すずりに、問い合わせてください。すずりに問い合わせてみて。でもね、年末年始だったからだと思うよ。だいたいね、10日ぐらいかかってる。銀行振り込みしたり、コンビニ払いしてから10日ぐらいかかってるね。なんでこの企画？旅配信の練習です。あったと。旅配信の練習。1月は都内めっちゃ寒い。まあ冬だよ。しかもまだあったかい方なんだよ今日。超あったかいぐらい。2、3日入金確認メール、23日入金確認だから年末年始挟んでもうちょいかかるかな。そろそろ届いてもいい頃だね。うん。でもし届かなかったら、そのすずりっていうところに問い合わせて、届かないんですけどって。線路見逃したら一気に迷うよね。高田馬場国際センターに柴田が並んでる。なんで？高田馬場通るよ。プララ安いよ。いや、プララっていうのは独自に契約することができるの。au だから使えるとかじゃないのよ。独自に契約すんの。3メガと1メガだったかな。ちょっと調べてください、プララ。おはようか、店に。おはようございます。山手線一周中です。おはようございます。
逆光が眩しくてモニターが見れねえ。格安シム、格安シムだよ、合ってるよ。格安シムっていうのは au だ、あ、au でも使え、あ、スマホが au のキャリアだからってことかな。その辺を調べて、うん、うん、結構安いっすよ、おすすめですよ、プララ。問題なく配信もできるし。お、着きました。大久保駅着きました。大久保駅です。寒いんですよ。おはよう、明けおめ。今スタートしたところ。おはようございます。おはよう。あ、au 本体で格安 SIM が使えるの決まってるんだ。知らなかったわ。そうだね。一駅目ですね。あれやっぱこれ大久保駅って JR の山手線じゃないの？違うの？これ山手線だよね。あれ合ってんのかな？道間違えてないよ俺。その線路行ったら中央線？じゃあ右に曲がらないといけないってこと？右に曲がらないといけないの？どういうことなんだろう。新大久保の方に行かないとダメなんだ。新大久保行くわ。これ山の手じゃないんだ。寒い。結構これ大変だわ。山手じゃないんだこれ。右に曲がったのが見えるのが山手線。じゃあ右行くよ。右行くよ。線路図出してないっていう日本語がちょっとよくわかんないな。線路図、じゃあまだ一駅目クリアしてないんだ。右ね、オッケー。はい、大久保に着きました。右曲がります。駅名の書いてあるマップってどこにあるんだ。あ、ケイさん頑張ります。応援よろしくお願いします。今日はあの花火一発でいつもダンベル6回やってるんですけど、今日はダンベル持ち歩けないんでスクワットどこでも5回やるんで、応援してくれる人、花火してくれたらスクワット5回やります。よろしくお願いします。抹茶色、はいはい、オッケー。駅に置いてあんの？でも荷物増えるからいいよ。リスナーさんが教えてくれるっしょ。大丈夫だよ。ああ、いいね。駅で人、各駅で切符買ってくのありかもしれないね。スタンプラリーやってく？スタンプラリー、スタンプラリーにやってく？スタンプラリー、各駅ごとにスタンプなかったっけ？駅スタンプ押してく？やるか。じゃあ駅スタンプ押してこうか。うん、駅スタンプ一個一個押してこう。山手線一周の、うん、スタンプラリーやります。
そうそう、もうなんかあの考えないで企画っぽくやりたくないからさ、旅っぽくやりたいから。スタンプってあるよね、山手線各駅にね。それを押してこう。ワード2、皆さんいらっしゃい、楽しんでってください。もうすぐ一駅目に着きます。あ、延長チケットの購入方法はね、アイテムっていう場所ですね。パソコンの画面とかの右上のアイテムっていうところ、もしくはねふわっちのツイッターに DM 送るとすぐ教えてくれますよ。一番いいのはふわっちの運営に DM 送るのが一番いい、そういうのは。うん、ずぶ濡れじゃないよ。ほべちゃんマンいらっしゃい。朝ごはんありがとうございます。スタンプ発見しました。スタンプ押します。これね、駅スタンプ、これ一個一個押していきます。ふわっちの運営さんに DM 送れますよ。山手どうすん、新大久保って山手でしょ、合ってるよね。新大久保って山手だよね、合ってるよね。新大久保合ってるよな、合ってるな。はい、新大久保ゲットしました。新大久保ゲットです。次行きます。行きます。新大久保、新大久保。なくなりました。宅発ですね。僕は仏教徒、あの尊敬してるんで。残り900円です。あ、宅発は必ずやるようにしてます。僕は優しいとかじゃないの、それは仏教、仏教を理解してない。優しいとかないです。
偽物とかいないんじゃないの、わかんないけど。1000円持ってきて、残り900円です。まあ俺ぶったリスペクトだから。こっち合ってんのかな、こっちで合ってる。いや大丈夫でしょ、飲み物だけでいいから。こっち合ってるよね。誰も通ってねえな、大丈夫かこの道。次の駅どこだ、新大久保の次って高田の馬場だっけ。お坊さん無言なの。高中は人と喋ったらダメ、高中は何もしちゃダメなの。うん、修行中だから。高津はちなみにあのお金を入れるんじゃなくて本当はご飯でもいいんだよ、何でもいいの。高津っていうのは修行なのね、あれ。修行中でそのあの人と喋ることができないんですよ。頭下げるよね、下げる人と下げない人がいるんだ、宗派によって違うんだ。次高田馬場か。日本の詳しいのは知らん俺、喋ったらダメだよ。念仏は唱えていいのかな、その宗派の細かいことは知らん俺は。うん、そう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 、お米とか高発っていうのはもともとブッダとかっていうのはあの人から物をもらうだけで生活してたの。だからご飯をもらいに行く時間が1日に2回あるんだけど、その時に お椀を持ってご飯をもらいに行ったのが始まりなの。その代わり困ってる人がいたら助けるっていうのが仏教徒の使命だったのね。村人たちが困ったら何でも相談に乗るっていう、いやその頃の名残ですね。もう3000年間続いてる。そうだから物乞いじゃないから自分たちから声をかけたらダメなのよ、くださいっていうことを言えないの。だから喋っちゃいけないの。だから仏教徒は正しいことをやって民衆から支持をされなかったら自ら死を選ぶのよ。自分たちの教えが間違ってたら死なないといけないの。だから修行なの。すごいよね。高発許認可とかあるんだよ。あ、そうなんだ。合ってるね。あ、緑の山手線通ってる。合ってる合ってる。いや、知らない道歩くの気持ちいいな。お坊さん大変だよ。お坊さんは大変ですよ、本当に。修行中はね、肉も食えないし。修行が明けたらね、別に肉食ってもいいところもあるけど。気持ちいいね。東京なのに誰もいないよ、ほら。東京なのにいっぱいいるな。うん、今日飲んだ家でお留守番。これは痩せるぞ。血行が良くなって体が痒いもん。血行が良くなって体が痒くて痒くてしょうがない。なまった体が。うん、そうだよね。まがいもんもいっぱいあるからね。サイエントロジーとかね。
サイエントロジーお坊さんって続くっていうね。外配信やってもやっぱ宗教絡むっていうのが和道の放送だよね。何をやっても宗教が絡んでくるっていう。これはね、ヘルツっていうところのカバンですね。渋谷ヘルツで検索すると出てきます。サンシェルバックっていうのかどうかわかんないけど、みんなはランドセルって呼んでます。スリムになるかもね。体験入会とかあんのかな、わかんない。ただね、200万ぐらいお布施をするとビデオを見せてもらえるんだよね、その大魔王マムーの。これ女の人は可愛いっていうね。男はね、みんなバカにするけど、女の人はセンスいいっていう人多い。女の人はね、可愛いって言ってくれるね。いや、そうなんだよ。みんなね、分かってないかもしんないけど、結構なスピードで歩いてるの。で、喋るのって息を吐く行為だから、実はね、酸欠になるんだよね。そう、唇がすごい乾くんだよ。やってもらったら分かるけど、結構早めのウォーキングをしながらずっと喋ってごらん。しかも片手にパソコン持ってるから、結構大変なんだよ。そう。おはよう。おはよう、おはよう、トラジさん。楽しんでってね。今日は企画中です。応援よろしくお願いします。もし、応援してくれる人は、Twitter で拡散してくれると嬉しいです。そう、ランドセルってみんな呼んでる。俺のバッグのこと。寒い。カランのセンス、カランって何？カランって何すか？俺のイメージカラーは赤と黒と白の3色だから、その3色だけ身につけるようにしてる。赤、白、黒。カバンか。カバン結構かっこいいと思うけどな。ランドセル流行ってるかどうか知らん。でもランドセルってすごいよな。6年間さ、小学生っていう荒れくれ者がさ、背負ってもさ、6年間使えるんだよ。あんだけ雑に扱う小学生でも使いこなせるから。ランドセルを考えたやつはすげえと思うよ。ランドセルってよくよく考えると、6年間あんなぶん投げてもさ、プロレスやってもさ、全然へこたれないじゃん。ランドセルはいいよ。赤似合うか似合わないかじゃなくて、もう勝手に着てるね。似合うか似合わないかじゃないから、着るか着ないかだから。コードバンは丈夫じゃなくて、ね、水に弱いんですよ。俺もコードバン好きだから、オールデンの V チップ履きたいんだけど、コードバン、赤のコードバンなんだけど、コードバンはね、耐久性ないっすよ。ランドセルはあれ、しかもね、車に轢かれた時にクッションになるようにもできてるらしいよ。だから防御力も考えて作ってんだって、あれ。だから小学生にやってるんだって。防具にもなるんだよ、あれ。収納性、頑丈性、防御力、全てを兼ね備えた完璧なカバンだから。ランドセル最強でしょ。あ、姉ちゃんいらっしゃい。このジャケットはメイドインパキスタンです。メイドインパキスタンのジャケットです。あたつ、大人もランドセル全然ありだと思うよ。俺は和道って友達と話すときどんな話するの？友達がいないから分かんない。友達がいない。お前らが友達。じゃあランドセルじゃないって、これビジネスバッグだって。赤の顔好きですね、僕は。赤の顔すげえおしゃれだな。やっぱ東京の公園ってレベルちげえな。東京の公園の遊具がやばいんだけどね。え
東京の公園の遊具笑うんだけど、これどうやって遊ぶのこれこれさ、どうやって遊ぶの、これ遊具だよね。すげえな東京って。成田にはこんなのねえぞ。なんだこれ、これどうやって遊ぶの、誰かわかる人いる、なんだこれ、これ全然遊び方わかんねえんだけど。すげえわ東京、なんだこれ、謎だよね。なんだろうね、誰も遊んでなかったけど。海外のセレブに人気なんだ、ランドセル。知らなかった。タバコ吸いてえな。アスレチック的なやつでしょ多分。造形じゃないんだよね、滑り台の横にあったからアスレチックなんだよね。なんだろうね、知恵の輪かな。ていうかこれさ、そう思ってるよりも時間かかんねえ。一つの駅クリアすんのに30分かかってんだけど、俺が思ってたペースと全然違くねえ。ちょっと待って、29駅あるんでしょ、1個の駅に30分以上時間かけてるよ。大丈夫かな、大丈夫かこれ、今日で終わるの。ねえ、なんか江戸時代にタイムスリップしたみたいだよこれ。明日になるかな、半日以上かかんの。バッテリー持たねえぞ。もしバッテリー切れたらどうしようかな。のんたんに迎え来てもらってお金預かって満喫で充電すっか。のんたん見てる、のんたん見てたら手挙げて。そんなかかんの、だってノンストップで歩いてんだぜ。やべえな、ていうか1時間ぐらいかかってねえか。マックで充電いいね。あ、マックで充電にしようか。今日で終わんないかな。ノンタン見てないかな、寝ちゃったかな。あ、マックで充電ありだな。マクドナルドで休憩しながら充電だな。明日までかかる、マジで。てかこっちで合ってんのか、これ道合ってんのかな、まっすぐ来たけど。合ってるか。マクドナルドで充電は賢いね。だんだん体温まってきたわ。顔が寒いけどだんだん温まってきた。なんとかなりそう。鼻水が止まんないけどね。緑さんだって支援者がバッテリー用意して、ああそうだったよね、そういえばゴロリさんとかやってたよな。やっぱこれスタッフいないと厳しいな。嘘、充電できなくなったの、マジで。マックの唯一の取り柄だったのに。結構充電できるお店は嬉しいよね、いいサービスなのに。ノンタン見てねえな。内カメなのに画質いいですね、なぜ。あのね、携帯電話じゃなくてパソコンで僕は配信やってんすよ、うん、俺は外配信のこだわりパソコンなんで、ウェブカメラです。だから内カメとかじゃなくてウェブカメラのパソコン配信です。個人でやるのはね、なかなかすごいよね。みどりさんがやってたのはあれじゃなかったね、108個の駅を渡り歩くっていう企画だから、もっと厳しい、もっと難易度高いやつだね。あ、そっちの方が楽かな。だから108煩悩にかけて108個の駅を歩くってやつだったと思うよ確か。レッツノートに大型バッテリーを搭載したんで、さらに iPhone と iPad 使って。すげえな、やっぱあれだよね、金のかかり方が違うよね、全然ね、全然金かけてるよ。
力屋さんの機材がすごかった。あの工業用のなんか10キロぐらいある大型バッテリーを常に持ってんの。力屋さんの機材のね、金のかけ方半端じゃないよ。なんか喉乾いたな。なんかさ、こういう時ってコーヒーとか飲まない方がいいのかな。ウォーキングとかしてる時なんかおすすめの飲み物ってある？何飲もう。なんかおすすめの飲み物あったら教えてください。満喫よりも安上がり、マック充電できるとか充電できる、ドドルも。へえ。コーヒー飲んで革靴、かっこよすぎるね。ポカリ、コーヒーにする、あえて。俺はコーヒーしか飲まねえからっつって。麦茶いいね、ほうじ茶とかね。ポカリか、やっぱりポカリって美味しいよね。お、高田おばば着くぞ。イエーイ、2駅目。でも2駅で1時間かかってるってことはさ、単純計算して20駅でさ、10時間かかるってことでしょ。これやべえな。これ思ってたよりもきついな。とりあえず駅行きます。駅行ってスタンプ押します。あー、やった、2駅目だ。え、山手線じゃない？なんか西武新宿って書いてあるんだけど。やっと高田馬場っすね。あれ JR じゃないな、これ。どこだ、今回早く感じた。あれ、高田馬場じゃないのこれ。現在地高田馬場駅、山手、合ってるわ。ありますか、ありがとうございます。教えてくれた女の人が。高田馬場行こう。大きい声で喋ってるから、女の人が JR ありますよって教えてくれた。東京にもいい人いるんだね。多分俺ランドセル背負ってるから小学生と間違えられたのかもしれないよね。よし、到着。パソコン地図を出せない。俺は旅がやりたい。こういうね、人とのぬくもりとかと出会っていきたいから、あえてハードモード選んでるから。スタンプどこだ？スタンプねえな。スタンプないな。リア突じゃない、普通の一般の方。スタンプは、スタンプ、あれ、スタンプがないな。スタンプ、スタンプ聞くか。あった、あった。あ、すいません、ごめんなさい。高田のババゲットです。ごめんね。高田のババゲットしました。次行きます。高田のババかっこいいね、ちょっとね。高田のババゲットです。次はどこだ。高田のババの次は、待って、高田のババの次は、高田のババしようか。目白に向かいます。目白に向かいます。目白どうやって行けばいいんだ。これが山手線だから向こうから行くか。
あ、男の子がスタンプをしてて、なんかパソコンずっと見てて、そう、スタンプ、なんかスタンプ押したがってたんだけど、先に押させてもらったから、男の子、小さい男の子にごめんねって。よし、行くぞ、次。高田馬場ゲットです。次は目白行くぞ、みんな。鉄腕アトム鉄腕アトムじゃなくて綺麗なんだっけこれ鉄川治虫の作品か知らないこれ誰だ石の森章太郎かなここいいねよしこの道でいいのかなこの線路で合ってるよねこの線路を歩けばいいんだよねいや、ご飯なしで行きます。ここ歩きます。ここで合ってんのかな？え、ここで合ってる？高田馬場。目白行きます。こっちで合ってんのかな？これ線路沿い歩けばいいんだよね。いやー大変だわ思ってたより全然大変これみんなさ見てる方はさ楽そうに思えるかもしんないけどさただ歩いてるだけだろうみたいに思えるかもしんないけど大変だわやってみないと俺もう正直これ自分で言い出したのは良かったけどやめたかったもんえこれ歩けなくねこれ行き止まりじゃん行き止まりなんだけどえ止まり？え、ここ歩けんのかな？私有地かな？合ってるかな？え？合ってるか？なんだこれ？え？川？え、どうやって行くの？え？どういうこと？道間違えた。あ！あれ間違えたっぽいな俺。マジか。こういうのがあるからな。道間違えたっぽい。線路がそこだから、線路沿いを歩いてきたんだけど、ダメだったわ。もう一本大通りから行こう。うん、行けなかった。こういうのがあるから大変だよね。やっぱ旅人和道はこんなことに屈しないっすよ。旅人和道は。新宿から今の地点までそこそこ、一駅楽だけど、池袋から一気に時間かかる。マジで？袋からかかるかな？反対側通る？どうしようかな。反対側行く？どうしようこれ。どうやって行くんだろう。反対側通っていくわ、じゃあ。池袋までは近いんだ、一駅、各駅が。線路沿いは危険？線路沿い危険？ああ、どうしよっかな。あれ、こっちじゃないな。違うな。違うわ。方角が違う。いや、これ大変だぞ、思ったより。でも、とりあえずさ、これ目白に着けばいいわけだから、とりあえず線路が見える道を歩きながら目白を目指そう。とりあえず目白に行けばいいわけだから、どんな手段を使ってでも。どんな手段を使ってでも目白に行けばいいって話でしょ？線路沿い危険か。いろいろ大変だね。頑張ります。
あー足が痛くなってきた。足が痛くなってきたよ。足が痛いっつうか、むずがゆいっていうの、膝あたりが。血行が良くなってきたんだろうね。これ達成感あるだろう、一周したら。ちなみにこれやったことある人いる？山の杖一周。すげえ大変だな。足が辛いね、これ。もうだって10分の1もいってないんだぜ、まだ。まだ10分の1もいってないんだもん。これ、海老蔵さんとかよくやったよな。ないよね、みんなね。なんかリスナーさんでいたのは、調布駅から新宿まで歩いて3時間だったっていう人がいた。汗でかゆいのかな。あ、頑張ります、パピコさん。応援よろしくお願いします。今日はダンベル持ってきてないんで、スクワットのみになります。花火をしてくれた方、スクワット5回やりますのでよろしくお願いします。なんだろう、なんだ、あ、人だかりができてるな。なんだろう、あれドラマかな。人だかりができてる。なんかあんのかな、なんかあんのかな、あそこ。人だかりができてる。海老蔵さん確かやったよね。確か海老蔵さんやったはず。今高田馬場です。こっから目白に向かいます。50キロ以上ある。50キロあんの、フルマラソンじゃん。そんなにあるんだ、すげえな。何の人なんだろうね。え、みんな的にはさ、やっぱ外配信の方が面白いの？たまにはこういう外配信やった方がいい？面白い？見てて。普通の家の雑談と、こういう企画系どっちが好き？どう行けばいいんだ。山手線のこっちか。面白い、結構。累計来場者数1000名超えました、ありがとうございます。累計来場者数1000名超えました、ありがとう。同時閲覧200人超えました、ありがとう、ありがとう。一緒に頑張りましょう。今目白に向かってます、ありがとうございます。ありがとう、姉ちゃん。姉ちゃん、花火ありがとう。スカッとありがとうございます。新宿スタートです。新宿スタートです。外配信も楽しいんだ。バランスよくやってこう、姉ちゃん。あれ、こっちで合ってるかな。あれ、道がないぞ。どうしよう。
道がないな、これやばいぞ。どうしよう、道がない。どうすっかな。山手線の線路沿いに道がないよ。池袋は何時ぐらい、昼ぐらいかな。池袋はね、多分昼間ぐらいだと思う、このペースで行ったら。そうだね、ちょっとジーパンはかゆいね。道がないんだよ。これ、この上が線路なんだけど、真上が線路なのね。参ったな。そうだよ、外配信の和道って言われてたからね。やばいな、ピンチだな、これ。時間相当かかるな。どうしよう。どうやって切り抜けよう。洋平さんありがとうございます。ちょっと待ってね、スクワットできる場所探すから。ちょっと待って、スクワットできる場所探す。ありがとう洋平さん。どうしよっかな、道がない。ありがとうございます、良平さん。自動販売機の上に置いた。これ終わらなそうだよね。喉乾いてきたし。ヤギタンありがとう。どうすっかな。チョコレート、いや本当ね、甘い、糖分取らないとこれ倒れるよマジで。エージェントおはよう。エージェントおはよう、楽しんでてください。おはようございます。何気に和道さんのところで初アイテムありがとうございます。初アイテムあざーす。ここ入るか、ここ曲がります。ちょっと路地で怖いけど攻めるわ。糖分必要だね。糖分って塩分だね、ミネラルだね。やっぱ汗かくから。いや風邪ひくね、間違えたね。ビリ立てるか。ドリンクは両方を兼ね備えたポカリセットになる。やっぱポカリってすげえんだな。ポカリってすげえんだな。っていうかあれだね、この時間にしては結構人集まってる方だね。休みだからかな。みんな何寝たの、起きたの、今日仕事。路地曲がると金属マットを持った良平くんが来る。マジで襲撃しに来んの。マジかよ、超怖いじゃん。起きたんだ。あーよかったよかった、線路見えた。よかった、線路見えたわ。これで線路沿い歩ければ
よかった。線路、ここでしょ。ここ歩けばいいでしょ。これ線路だもんね。よかった。学習院した。よかった。ポカリ買うか。ポカリダメ？ポカリダメ？確かに和道がポカリって似合わないよな。和道がポカリはらしくないね。こっち側にしとくか。こっち側の方が和道っぽいもんね。こっちにします。袋いらないです。206円でございます。はい、ありがとうございます。どうも、すいません。タバコ吸えねえかな。ちょっとファミマの駐車場でタバコ吸うか。灰皿を持ってるから。休憩します。休憩します。警備、警備。うまい、うまい、うまいね。休憩します。今現状報告、新宿をスタートして、各駅のスタンプをゲットしていってます。今のところ2つです。今のところ2つで、新大久保と高田の馬場です。29駅あるので、あと27駅です。よろしくお願いします。どっちが内側かどっちが外側かわかんない。どっちが外かどっちが内かわからない。モレスキン前使ってたんだけど、モレスキンって一冊2000円ぐらいするんですよ。で、高いからこれダイソーです。これダイソーがモレスキンパクってるやつですね。昔はモレスキン何冊も持ってたんだけど、もうコスパ悪いと思って、さすがにノートは100円でいいやと思って、これモレスキンパクってるやつです。ダイソーのモレスキンだとこれ1800円か2000円ぐらいする。俺のルートは外回りなんだ。そうなんだ。じゃあ結構遠い、遠回りしてるんだ。コンプリートしたら感動するよね。いい思い出になるよね。ただバッテリーが持つかだよな。それが心配。一応パソコン2台とバッテリーその3個持ってきたけど、もしかしたら足りねえかもしれない。やっぱね、モレスキンいいんだけど、モレスキンね、インディ・ジョーンズにも使われてたし、映画でインディ・ジョーンズに出てくるのもモレスキンだし、ピカソが使ってたんだっけな。あとゴッホとかも使ってたんだよね。だからいいやつ使いたいなと思ったけど、生活保護になっちゃったんでやめましたね。とりあえず金稼げるようになったからモレスキンまた使おうと思ってます。だから生活保護の間はね、ダイソーです僕は。
会社やってた頃からモレスキン愛用してるんですよ。キットさんおはよう。スマホでは配信しないけど、そっか、スマホのバッテリーもあるから、最悪スマホでも配信できるのか。スマホ配信あんま好きじゃないですね。画質が悪いんですよ。いや、正直あとね、700円ですね。さっき宅発で100円投げちゃったんで。モレスキンっていうノートのメーカーです。モレスキン。2000円ぐらいする高級ノートですね。で、俺が使ってるノートモレスキンじゃんっつって、すげーって言われたんだけど、これダイソーのモレスキンパクったやつだよって。前は使ってたけど。結構芸術家とかアーティストとか探検家とか、その、すごい頑丈なノートで、人気のノートがあるんですよ、モレスキンって。ダメだ、足が痛いから地べたすら、うんこ座りダメだ。おはよう。いや、楽しくない。やってる方は辛いね。やってる方は辛いよ。これさ、あの、歩きプラス喋りもあるし、配信のパソコン持ってるっていう重さもあるし、バッテリーとパソコン入ってんのよ、カバンの中に。さらに、このカバン2キロだし。一番辛いのはスクワットだね。スクワットが途中に挟んでるからさ。おはようございます。携帯灰皿はアメスピですね。アメリカンスピリット。これ大変だわ、この企画。みんなよくやるわ、こんなの。でも、これあれだもんね。大手配信者になるみそぎみたいなもんだもんね。大手配信者になるみそぎみたいなもんだもんね。今のところね、リアドツは0件です。多分リアトツはないと思うよ。今高田の馬場と目白郎の間かな。 2,3,000 円オーバー、うん、そうそう、結構高いんだよ。金持ってる時はね、別にこういうのにはどんどん投資してたんだけど、ノートは俺もうほんと家で起業した時からずっとノートつけてるからすごい量あるんだよ。だモレスキンに企画統一しようと思って。生主のモノマネ？そっちの方が辛いんだけど。そっちの方が辛いっす。ちょっとタイムラグ計測したいんで、電波の状況確認したいんで、5秒カウントダウンしたら手を挙げてください。5、4、3、2、1、手上げお願いします。1、2、3、4、5、6秒ラグですね。問題ないです。電波問題ないです。ありがとう。6秒ラグです。最短で6秒、6秒から10秒の間だね。みんなありがとう。問題ないです。ラグってないですね。おのおののパソコンで見てんのか、タブレットで見てんのか、スマホで見てんのか、それ地方の人とかもいるから、やっぱ北海道は若干ラグるんだよね、距離が遠い分。花火ありがとう。いやよ、なんつうか、いや俺がよ、おい、外配信とかよ、なあ珍しいだろ。なんか違うな、室内じゃないとなんか雰囲気出ねえな。やっぱそ、なんか炎天晴天のさ、こんな明るいところでウナいないでしょ。こんな明るいところで、後でスクワットやります。うん、北海道たまにラグるよね。外だと似てないね。俺も思った、雰囲気が全然違う。なんかロケーションが、ロケーションが全然うなっぽくないよね。
でも不思議なもんで、通行人いっぱいいて誰もこっち見なかったけど、ウナのモノマネやった瞬間みんなジロジロ見たもんね。やっぱ人を引きつける何か思ってんだろうね。あの全然さ、あの振り向かなかったけど誰も、ウナのモノマネした瞬間みんなジロジロ見たもんね。おいメモレいらっしゃい、企画やってるよ。メモレ来てるね。メモレもオフワッチたまにやってんだよ、数ってるけど。メモレと陽平くんとね、いろいろ来てるよね。あれだな、キャップ付きのやつにすればよかったな。飲み切らないと。寒いし。まさか31歳になってコンビニのさ駐車場に地べたに座るとは思ってなかったよ。ポカリにすべきだったね。寒い寒い、体冷えてきた。体には良さそう。逆だね、美味しいけど体にまずいってやつだね。モンスターエナジー飲みすぎて死んだやつ何人もいるからね。母ちゃん寒いんだよ。そう、母ちゃんってあったかいと思ってる人いるけど寒いんだよ。そう、意外とね保温性はないんだよね。そうだね、旅配信の練習だね、まさに。今ね、高田の馬場と目白の間ですね。高田の馬場と目白の間です。まだ2駅しかクリアしてない。カフェインがいっぱい入ってて、その分ね、あの、カフェイン中毒で死んじゃうんですよ。日本の成分はカフェイン減らしてるんだけど。渋谷は渋谷はあれじゃん、夜中とかじゃないの、明日とか。行きます。じゃあスタートです。休憩終わり。そうだよ、よし行くか。どうも、行きます。渋谷ってだってあれだよね、池袋の方向かってるわけだから違うよね。渋谷はもう終盤戦でしょ。とりあえずだから電波の問題だよね。誰か充電してくれるリスナーさんとか協力してくれる人がいたら助かるんだけど、そしたらね、大丈夫なんだけど。なかなかそういうわけにもいかないでしょう。かそってるうちは単独でやりきらないと。靴は俺、革靴しか持ってない。リーガルの革靴。身が持たないか持つかっていう問題じゃないからね。やるかやらないかだからね。協力したいけど遠い。モンタンがね、あの、持ってきてくれたら一番いいんだけど、車で。充電家でやってくるよとかね。
靴ずれ、いやもうね、あの9年間履いてる靴だから大丈夫。もう完全足にミラクルフィットしてるから擦れる部分がないね。はい、こんにちは、ゆかさんいらっしゃい。手がかじかむんだよね。パソコン持ってるから冷たくてさ、手の体温どんどん奪われるんだよ。それが辛い。いいものっていうか、俺は3万円の靴だね。ただあの毎月メンテナンスしてるからね、ボロボロだけど、見る靴、うん、これですね。これがあの9年間履いてる靴です。起業した時に買ったんですよ。いくついらっしゃい。企画やってます。ハートプレゼントありがとう。東京何度だろう、検索してみて。やっぱね、刺されてこそ和道リスナーだよね。ノンタンに一回刺された方がいいよ。伝説になるよ。リーガルはそうですね、日本で低価格帯の本格靴って言われてるね。本格靴の入門編って言われてる。グッドイヤーベルト製法だっけ、ちゃんと採用してる。ただシャンクとかがね、どうしてもあの安い素材だから。今日寒いですね。頑張んないと。東京6度か。外配信やる日じゃねえな。6度は寒いわ。寒いね。3万あったら安いのたくさん買う。いやー、どうだろうね。9年間履けるんだったらコスパいいと思うよ。俺は高くていいものを長くやりたいね。スコッチグレインの靴か。旅配信用にでも靴買わねえと。そうだね、でも風があるから今日寒い。6度で風がちょっとあるのは寒いよ。あれついた、目白開けてきた。突発企画じゃないよ。あの昨日一昨日あたりから言ってたよ。マイナス1度、北海道と比べたらそれはさ、あれだよ。お、着いたっぽい。着いた。やった。着いた。3駅目。これ駅でしょ。駅だろ。来た来た来た。いい感じだわ。いい感じ。来た来た来た。これ絶対駅だ、この開き方。ああ、着いた着いた着いた。3駅目です。目白駅着きました。よかった、目白着いた。スタンプどこだ、スタンプどこだ。スタンプ探さないと。すいません、あの新宿、あの JR のスタンプってどこに。あ、ありがとうございます。すいません、よし、3つ目のスタンプ行くよ。スタンプでもこれ最初に気づいてよかったね。最初に気づいてよかった。これ途中からだったら最悪だったよね。いや、リスナーさんがね、スタンプ押そうよって言ってくれたおかげだよね。
目白のスタンプゲットです。目白駅ゲットしました。次行きます。袋まで長いんだっけ。ちょっと俺何にも検索して下調べなしでやってるからわかんねえな。よし攻めよう。目白ゲットしました。次の駅なんだ。目白の次って何かわかる、誰か。目白の次の駅、3つ目クリアです。3つ目クリア。目白の次なんだ。次が袋か。次なんだろう。次池袋、次袋か。よし袋目指します。袋行こう、みんなで。目白初めて来たね。攻めましょう。目白初めて来ました。攻めて攻めて攻めまくろう。袋はね、でかいからね。頑張ろうね。やりきろうね。絶対やりきろうね。日本全国やるんだから、これくらいでへこたれたらダメでしょ。池袋近いんだ。じゃあいいね。八男さんいらっしゃい。楽しんでいきましょう。よし、行きます。天気いいよ。バッテリー持つかな。スタンプの旅に途中で切り替わったね。いやー、わかんないよ。とりあえず頑張ろうね。とりあえず誰かすごいとかじゃなくて頑張ろう。みんなで伝説を残そう。伝説を。寒いよ今日。めちゃめちゃ寒い。6度だよ。天気はいいけどすごい。そうそう、みんなでね、俺も頑張るからみんなも頑張ろう。そう、仕事するとか受験頑張るとか。はい、ワトツー、クミタいらっしゃい。あの、毎日の息子の手料理頑張るとか。俺はみんなの暇つぶし頑張るから、みんなも頑張ろう。みんなも夢叶えよ。あー寒い。大塚巣鴨間はとても複雑なので何日見た方がいい。その辺が複雑なんだ。整備されてないのかな。私も夜勤終わって寝ないで応援してます。いいよ、寝ていいよ。起きた時にやってるから。寝るなら今のうちだよ。こんなね、10時間もね、放送見るもんじゃないから。あくまで俺の役割は暇つぶしだからさ。みんなの暇つぶしだから。そんなね、人生かけてみたらダメですよ。はい、ガブリンチョいらっしゃい。楽しんでて。今企画中です。俺毎月あれですよ、ブロックは解除してるよ。毎月、月頭か月終わりにブロックは解除してますよ。りょうさん、パフェありがとうございます。そうだね、パフェはスクワットないです。花火からスクワットですね。花火からスクワット。また見に来てよ。
ゴールの瞬間見に来てくれたら嬉しいな。相変わらず歩くの早いけど、まだ3駅しかクリアしてない。まだ3駅。パフェありがとう。いや本当はね、やるかやらないかね、結構だるくて迷ったんだけど、やってよかったね。うん、ゴールまでどれくらいかかるんだろうね。それも含めてやっぱ楽しみじゃない。あー、これくらいのペースで歩いて、これくらい休憩入れたらこれくらいかかるんだみたいな。東京を練り歩こうぜ。さあ、もう足結構痛いけどね。うん、企画誰と？ピンだよ、一人一人。終着駅は新宿だよ。新宿からスタートだから新宿でゴール。新宿の、西口ですね。新宿西口、何時になるかな。夜中だろうな、多分。夜中。パフェありがとう。楽しみというか、仕事が21時までだからやってるか不安。どうだろうね、間に合うかな。旅は予定立てないよ。俺は予定立てるのは旅じゃないと思ってるから、それは旅行だと思ってるから。筋書きのないドラマをやりたいんですよ。筋書きのないドラマをひたすらね、練り歩いていきたいんですよ。歩き歩き。兄ちゃん、ハートプレゼントありがとう。そうそうそう、旅、あれあれ、曲がり？どっちだろう。こっち行こうか。パフェプレゼントありがとうございます、陽平さん。パフェプレゼントありがとう。でも結構歩いたよね。もう3キロ以上歩いてるよな。多分5キロくらい。あ、池袋来たべ。池袋来たべ、これ。袋だべ。なあ。でもね、絶対反対側なんだよね。ちょっと待って。完全に粒子鉄線の向こう側でしょ、池袋。これ方角間違えてるよね。絶対向こう側なんだけど。やったなあ、これ。向こうだよね、袋。マジかよ。外回りやってる、俺。袋はね、ちょっと遠回りしたっぽいね。一つ目のターミナル駅、まずか。そうだね。新宿から袋はそんな遠くないから。いやー、失敗したな。どうやって行けばいいんだろう、向こうが。スナックなんだ。いいじゃん、いいじゃん。北側、北口から東口抜けるトンネルある。あ、本当に？あれか、ニコニコの本社のところか。多分そうだよね。ニコニコ本社のところだと思う、多分。そのね、トンネルがどこにあるか分かんないんだよね。とりあえず大通り出ないと。渋谷行く行く。山手線一周だもん。行くよ行くよ。はあ、寒い。めちゃめちゃ寒いね。鼻水止まんねえよ。そうそう、ニコニコ本社。結構そこでも配信やったよね。懐かしいよね。リアトツありだけど、女リスナーはノンタンが刺すって言ってたね。ただノンタン今眠ってるからチャンスだよ。ノンタンコメント打ってないから、ノンタンが寝てる間がチャンスだよ。池袋。おはよう、それ言う。おちびさんいらっしゃい。おはよう。
楽しんでってね。池袋駅はどうやって行けばいいんだ。池袋駅はとりあえず立橋登るか。どこ行けばいいんだろう。池袋駅、池袋はどうやって行けばいいんだ。池袋、竹串でやられるよ竹串で。難しいな、わかんねえな。どうすればいいんだろう。これ向こう側に行きたいんだけどな。徒歩っすよ、徒歩っす、徒歩っす。道なりで OK、 ありがとう。寒いっすね。東京6度っす、東京6度っす。頑張ります。29駅中今3駅制覇してます。3駅制覇してます。今4駅目の池袋です。頑張って29駅制覇しましょう。もうじき駅見える？まだなんか東京ほらビルが高いからさ、こういうターミナル駅だと見えないんだよね。今3駅ですね。新大久保、目白、池袋か。もうちょっとしたらわかる？今ルミネって書いてあるね。東武ルミネって書いてある。福岡の方が暖かいんだ。これ西口なのかな。池袋で遊ばないから分かんないんだよね。ルミネって書いてあるね。池袋はニコニコ本社しか分かんねえな。あれ、山手線の線路見失ったんだけど大丈夫かな。汗はかいてないっていうか、むしろ寒くて顔が痛い。これさ、誰か道分かる人いる？とりあえずスタンプ取りに行こう。駅にスタンプ取ってからだな。スタンプ、スタンプ、駅どこだ。いや、北海道と比べたらそれは北海道の方が寒いでしょう。あー、これか、これが駅か。違うか、どれだ、駅、駅どこだ。あったあった、駅あったあった。東武が駅か。外亀、外亀にすると一般の人映っちゃうからダメよ。ダメダメ、マナーは守らないと。こっちか。池袋でかいね。足首痛えな。筋肉がすごいパンパンですね。
マナーは大事よ。だから人が多そうなところになるとこういう角度になるはずなんだよ。これ下から映すことによって周りの人を映さないように気使ってんだよ。こうやってやると人映っちゃうから、人が多いところではこうやってやってんだよ俺。意外とね、気づかれないようにテクニックを使ってますよ。顔が映りそうになったらカメラを下げるの。そうすると上しか映んないから、よっぽど近づいて覗き込まない限りね、顔は映らないんですよ。駅から抜けると遠い？どういうことだろう。言ってる意味が分かんないな。今袋だね。これ袋駅でしょ、うん、いやそれはね、長く配信やってたらつくテクニックですよ。なるべくその一般の人に迷惑かかんないように。やっぱ嫌でしょ、普通の人はカメラ映ったりしたら。わざわざね、自分からね映りに来る人はいいかもしれないけど。いやあれだよ、中央線の電車あったよ。トロンさんありがとう、頑張ります。そうだよね、直進で右が JR だよね、合ってるよね、うん、JR 次の駅どこに向かえばいいのか分かんねえわ。次の駅どうしよう。なんかターミナル駅だとどこがどっちなのかもうぐちゃぐちゃで分かんねえわ。大塚か、次は。次は大塚駅だ。池袋駅、丸の内、違うな、西武、 JR 合ってるわ。でスタンプ取りに行きます。おはよう。JR はどっちだ。南口迷路だな。右駅でニコの企画地カードできる。どうすればいいんだろう。とりあえずスタンプ取りに行こう。スタンプどうすればいいんだ。どこだ JR。 おはよう。ああ、JR どこだ。何時から、9時ぐらいから歩いてますね。遠いな。池袋、ぐちゃぐちゃだね。あった JR。 風じゃないよ、寒いの。6度しかない東京。スタンプどこだろう。駅員さんに聞かないとね。看板見ればいいのか。
すいません、あの、スタンプってどこにありますか？駅のスタンプ。はい。今お客様こちらです。後ろ進んでいただいて左に曲がって、2個目の通り左、南通路の、席の案内しました。ありがとうございます。全然違えな、超遠いな。いや、人多いね。あんまいい匂いだな、ケーキか。いいな。休憩時間ルールとか決めてんの？うん、全然決めてない。いや、結構ロスだね、これ。パッパパッパ次の駅行きたいね。タイムロスだね。頑張んないと。バッテリーとの戦いだからな。やべえ、チョコレートのいい匂い。中央改札があって、スタンプ。すいません、駅のスタンプってどの辺にありますか？はい。はい、ありがとうございます。前方の売店を左、荷台の左。迷路だな、本当に迷路だよ。左。まだプレゼントありがとう。まだ遠いね。これ上野駅とかも大変そうだよね。スタンプラリーが結構足引っ張る可能性あるな。迷路だよ。特に新宿はもうほら4年住んでるから分かるけど、池袋とかはすごいよ。迷路。池袋と上野と新宿かな、迷路は。池袋はでかいね。特に分かりづらいのは新宿だと思うよ。世界的に迷路な駅だから。秋葉原は そうでもない。秋葉原はね、小さいから。新宿なんか、新宿の名前がつく駅は7個ぐらいあるもん。パニックにあるわ、こんな。あれ？あった！発見！やった！やったよ！発見しました。よかった。とりあえずスタンプは見つかりました。そうそう、次出しだから。やっと見つかった。スタンプラリールールが大変よ。スタンプ1個、この広い駅で1個設置。ゲットです。キャプチャーよろしくお願いします。池袋駅ゲットです。4駅制覇しました。いやー、長いな。長い。でもポケモン GO やるよりこっちの方が健康的だよね。さて、どうするか。
で、さて次の駅どこだ。いやマジでこれどうする。ちょっと待って、池袋の次どこだ、どうする。迷路だよこれ。池袋の次は大塚、大塚、大塚、そう、と大塚ね、オッケー。どうすればいいんだ。2時間で4駅か、相当だな。大塚ってどこ行けばいいんだ。これさすがにナビの出番かな。いや赤くなるでしょ、寒いもん。北口に行けばいい。北口、西口、北口方面行きます。ありがとうね、なびってくれてる人。マリー・アントワネットさん、ありがとう。北口行きます。北口から抜けられる。サンキュー。サトシさん、ありがとう。みんなを信じて行った方がいいね。足が痛え。さすがに2時間歩きっぱは足痛えわ。2時間で4駅か。この企画この企画失敗だな。配信者に負担が半端じゃないね。北口の方がアクセスいいんだ。北口混んでるな。頑張ります。何口だこれ。そっか、終電までに回らないと新宿のスタンプ押せねえじゃん。政権好きレベルだよね。政権好きはでもほら動きがない分辛いけど、こっちが動きがある分まだ楽だよ。あと達成感があるよね、一個一個の。今何口だ。今中央口だ。北口方面向こう山手線もっと楽だと思ってたわ。特になんか思いつきで言ったスタンプのルールが結構思ったよりもしんどいね。スタンプルール甘いな、いいな、チョコレートのいい匂い。心配だよね。まあでもね、確実に歩いていけば前に進めるから、うん、進んだ分は確実にね、人間はね前に進んでるから当たり前だよな歩いた分は前に進んでますよ。北口改札着きました。どうすればいい。北口の出口に行けばいい。北口改札にいるんだけど、出口行けばいい。北口のどうすればいいかな。北口出口でいいの。出る、 OK。 北口の出口に出よう。北口方面が出口。うん、寝落ちよろしく。こっち合ってんのかな。もうすでに足が痛いもんな。そうそう、29駅中4駅終わったところだから嘘だろ、嘘だろ、マジかよ。29駅あるうちのまだ4駅なんだよ。もう昼になるぜ。つらいよ。ヒゲの生え方いい。そう、つながってる。はい、北口出ました、出ました。どうすればいい。ここです、今。これまっすぐ。どうすればいい、大塚の方。まっすぐストレート、OK です。まっすぐ行きます。山田孝之似てないでしょ。全然似てない。まっすぐ行くよ。うん、すげえ綺麗だね。ありがとう、教えてくれて。喫煙所あるんでタバコ吸います。休憩入れましょう。え、ガードをくぐるの。
これガードくぐんの、これまっすぐなの、ガードくぐんの、どっち、まあ、とりあえずタバコ吸うか。え、これまっすぐじゃダメなの、まっすぐでいいでしょ、違うのかな。休憩します。いや、ニコニコ本社いいでしょ、もう未練ねえよ、あんな会社に、あんな会社に未練ないっす。俺今ふわっち配信者だから。バカプレゼントありがとう。うん、いや本社見たい、みんなはいいでしょ。未練たらしい。よくない？うん、いいよいいよ。帰りのルートでも夜景が綺麗そうだよね、渋谷とか通るから。おい、贅沢見た、わけうめえ、ことよろ。雑志ヶ谷の方から抜けると案内できる？パピコ案内できるならそっちで行くけど、どうする？雑司ヶ谷の方抜ける？いや、なんでもいいよ、全然どのルートでもいいよ。どうしようか。バッテリーの持ちがあれだからもう出るわ、歩こう、前に進もう。外なので細かくは難しいですが、サンシャイン側わかんねえな、いいよ歩くよ、うん、とにかく前に進むわ。ありがとう。遠回りでもね、歩いた方が早い、行動あるのに。とにかく行動。歩きます。いや、開けてるわ、いいな。てかこの建物何なの、これ気になるんだけど、これ何、このでっかい建物、これ何、こんなのあったっけ。これ何か分かる人いる、何これ、なんかこの近未来的なでっかいやつ、なんだろうこれ、何タワー、これ、これなんかさ、あのバベルの塔じゃないの、バベルの塔、これバベルの塔感がすごいよ。これゴミ収集場なんだ、ここで燃やしてんの、嘘、え、池袋で燃やしてんの、超かっこいいな。ゴミ燃やすの、こんなかっこいい塔なんだ。すげえ。これバベルの塔でしょ。すごいね、東京ってかっこいいね。何から何までかっこいいね。焼却炉なんだ。てか池袋みたいなさ、ターミナル駅でさ、ゴミを燃やすっていう発想がすごいよね。かっけえ。
しかもあれか、あのスモックが煙が来ないように高い建物にしてんだ。すごい高さだよ、すごい高さだよ、ほらすごい高さね。焼却炉なんだ。よし頑張ろう、とにかく歩こうね。え、地震とかで倒れちゃうよね、こんなの。かっけえな。はあ、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。